Frisk sharpens you up. これ毎朝作る子供のお弁当。朝忙しいけどデジカメで撮ってて、全部写真にして、あの子が大きくなったら見せてあげようと思って。手抜きしてない証拠になるかな。見る見えないよね。え、こんなの食べたっけとか言われたりして。自分アルバム、ハローニューフォト、エプソン。世の中に報われるかどうかはわからない。42階美術館でございます。無名のまま生涯を終える者もいれば、富も名声もつかむ者がいる。今日ご紹介するのは一世を風靡した画家です。自分の名を冠した美術館を残すこともできました。高層ビルの42階、亡くなる2年前に。画家の名は東郷清二。帝王と呼ばれた男。誰もが目にしたことがあるのにじっくり見たことがない。それが東郷の作品だと言われます。一目見ただけで納得してしまうからなのでしょうか。ああ、東郷清二だと。今日の一枚は彼の代表作、望郷ノスタルジア。砂漠に古代の遺跡という幻想的な背景、その前でまるでポーズを取るようにスカーフを巻いた少女が風に吹かれています。くびれた腰、しなやかな腕、長い首、現実離れした完璧な死体が画家の美意識なのでしょう。マチエールと呼ばれるキャンバスの表情、迷いも乱れもなく鍛え抜かれた職人のように滑らかに塗られています。使われている色はほんのわずか、グレーと肌色。その微妙なグラデーションで一枚の絵を成立させているのです。唇の桜色が一点の温かさを宿しています。画家は二次元の人形師のように、どこを探しても存在しない女性像を作り上げたのです。東郷清二の美人画を。東郷清二は二科会という美術団体のドンとして戦後の日本に君臨した画家でした。彼に貼り付けられたレッテルは、その毒を含んだ評判とは裏腹に、彼の美人画は昭和の日本人の心に染み渡っていったのです。一つの記号のように。美術界における投資だったの、当時にね、相当な人ですよ。大衆のね、まあ流行とそれからおしゃれ感覚をうまくつかんだ。これはパワフルでした。お酒飲みで、お飯食いで。大した趣味もない私だけど、古い喫茶店が好きだ。流行りのカフェは私に似合うとも思わないし、混んでいるから落ち着かない。吉祥寺の駅前で好みの喫茶店を見つけたのは去年の暮れのことだった。いい喫
茶店かどうかは入った時ではなく座った時に何が見えるかで決まるような気がする。この匂い昭和だ。この懐かしさは一体何？どれだ？これか？おばさんか？あ、この絵だ。昔私の家に似たような絵が飾ってあった。父が買ったものなのか母が好きで飾っていたのかわからないけれど、確かに同じ作者の絵だった。この画家の絵を飾る喫茶店がかつて無数にあったということを知ったのは後のことだ。おばさんはこんなことを言った。銭湯には富士山ですが、喫茶店には東郷清治です。一体どんな画家だったのか。東郷清治の首にはナイフの傷跡があった。若い頃女性と心中を図ってできたという。そんな経歴すら汚点にはならない男だった。一つの伝説としてしまう力を持っていた。大いなるマンネリ、大衆迎合、画壇の政治家、あらゆる非難を浴びても東郷清治はひたすら描き続けた。そう、絶えず暗い情感と孤独を漂わせる美人画を。その薄い皮膚のようなマチエルの下に隠されているもの、帝王と呼ばれた男の光と影。この番組はエプソンの提供でお送りします。はい、僕の名前はエプソン。いつもエプソン製品の中から未来を見てるんだ。ところで皆さん、エプソンといえばプリンタと思うでしょ。よし、プリンターもちろんだけど、こんなディスプレイやプロジェクターも実はかなりエプソンなんだ。おお、例えばプリンタとプロジェクターの技術がつながったり、ディスプレイとプリンタの技術がつながったりして、なんかワクワクドキドキのもっと楽しいエプソン。エプソンの発想は新しいイメージングへ。期待してて。始まる、広がる、イメージング、エプソン。二画界の帝王と呼ばれた画家です。終戦後、画家の団体である二画界の再建に奔走した東郷清治は、展覧会に観客を動員するためにいつも派手なパフォーマンスを繰り広げました。自らを興行師と呼んで、一番反対、非難の声を上げたのは画家の世界だったかもしれませんよ。まあ、みんなね、肌を黒く塗ってトラックに乗って銀座を練り歩いたわけですよね。それまでの上品な純粋主義の画家たちはそんなこと絶対やらなかったし、非難なんか受けたって平気だったんじゃないですか、あの人は、うん、美術の社会化ということをね、率先してやったという意味では、とても私は大きい役割があったと思いますよ。東郷は芸術という砦の中から絵画を取り出し、大衆の前にさらけ出したのです。その強烈な人間性とは裏腹に、画家が描き続けたもの、18歳の時に描いた作品、コントラバスを弾く。赤トンボの作曲家山田耕作の知遇を得た東郷は、カンデンスキーの存在を教えられ、音楽と絵画の融合を試みたといいます。その年彼は山田耕作の勧めで初めての個展を開きました。翌年には二科展に出品し、二科賞を獲得。若干19歳の若者は
新進気鋭の前衛画家としてデビューを飾ったのです。二箇所っていうのはですね、当時のあなたね、相当なね画家でないと、美術学校出てからもう10年もね、20年もね絵を描き続けた人が初めてもらえるすごい賞ですよね。これをいきなりあなたね18歳かそこらでもらっちゃったわけですよね。東郷清治は謎めいた男だ。明治30年に鹿児島に生まれているが、生い立ちについて多くを語ろうとはしなかった。彼の家が、父親がどんな仕事をしていたのか、どんな経緯で東京に来たのか、誰もわからない。絵を志したのは青山学院中学部時代だというが、17、18の少年が突然絵が上手くなるだろうか。卒業の翌年には大胆にも個展を開いている。東郷清治は天才だったのか。大正10年、東郷はフランス留学を決意します。結婚したばかりの妻を残しパリに向かったのです。しかし留学費用はたちまち底をつき、貧乏の辛酸をなめることになります。その空腹を埋めるように、ダダ、キュビスム、未来派と新しい芸術を吸収していきました。当時パリにはピカソという巨人がいました。多くの画家がその強烈な作風の影響を受けていました。東郷もその一人。いかにピカソの影から逃れるか、自分の絵を見つけることができるのか、その苦悩の結晶、旅芸人はパリの画家たちが好んだ題材です。ピカソのような大胆な構図とフォルム、しかし独特の湿度と暗い叙情。昭和3年、長いフランス生活を終えて帰国した東郷は疎外感に襲われます。東京は異国のようになじめず、絵も売れないという暮らしが続きました。彼の名を有名にしたのはある事件です。19歳の女性との心中未遂。長かった海外生活は妻との間に深い溝を作った。そんな時に現れたのが西崎光子だった。後に生涯の妻となる女性だ。光子は理想の女性だった。31歳と19歳の2人は恋に落ちた。だが周囲が許すはずもなかった。追い詰められた2人は心中を決意する。合戦を開き、互いにナイフで首を切った。だが彼らは死にきれず、2人は引き裂かれた。この頃の東郷はスキャンダラスだ。最初の妻との離婚が成立していないのに、どこかの社長の娘と結婚式を挙げたりもしている。さすがに社長の娘は逃げ出した。愛の遍歴の次なるお相手が小説家の宇野千代だ。宇野千代との同棲は4年間続いた。しかし西崎光子を忘れることはできなかった。画家が清廉潔白でなければならないとは思わない。しかし女性関係はピカソを超えている。心中事件の年に描いた作品、超現実派の散歩。東郷清治のもう一つの顔、心の自画像。東郷が西崎光子と正式に結婚したのは心中事件から10年後のことです。
離婚やアトリエの建設で借金を抱えていた東郷は、前衛絵画を描く傍らで買い手のつきやすい小さな作品を手掛けていきました。女性画を描き始めたのです。長く暗いトンネルを抜け出すように。やがて東郷は誰もが美しいと思える絵を描きたいと思い始めるのです。僕は座り心地の悪い理論の椅子を古道具屋に売り払ってしまった。そして一歩一歩確かめるように自分のスタイルを作り上げていきました。色数を減らし、無駄なものをそぎ落とし、単純な線と理想のマチエールを求めて、東郷が理論ばかりの芸術を捨てた時、一つの鉱脈を発見したのです。旅の果てに見つけたもの、それが美人画でした。浮世絵や日本画のような、まさにマネキンなんですよね。渡航政治の絵の人間は自分の中で革命したわけ。古いもの全部捨ててね、自分の独自のものを出そうと思ったわけ。この人の絵ってどれも同じじゃない？あら、同じだからいいのよとおばさんは言うが、東郷青児は50年もの間ひたすら似たような絵を飽きることなく描き続けた。これって尋常じゃないだろう。東郷の美人画の原点に一人の画家が深く関わっていたと言われています。名は竹久夢二、青児と夢二、この二人をつないでいたもの、それもまた女。買ったものを何でも写真にしてて、売店で買ったガムとかコーヒーとかあらゆるものなんですけど、その自分の意外な好みが分かる写真日記っつうか家計簿っつうか、人に見せるとお前無駄遣い多いなって言われちゃうけど、自分アルバム、ハローニューフォト、エプソン。忙しいけどデジカメで撮ってて、全部写真にしてあの子が大きくなったら見せてあげようと思って。手抜きしてない証拠になるかな。え、こんなの食べたっけとか言われたりして。自分アルバム、ハローニューフォト、エプソン。デパートにある昭和の遺産です。エレベーターに描かれた東郷青児の絵、あらゆる場所に絵を残そうとした画家です。誰もが手に取れるように。東郷がしばし比較された画家がいます。美人画の竹久夢二です。大正3年、当時人気絶頂の竹久夢二は日本橋に自分の絵草紙を売る港屋を開きました。港屋は作家や画家のたまり場でした。その中に17歳の東郷青児がいたのです。港屋を切り盛りしていたのは夢二の妻だった岸たまき。東郷はこのたまきに可愛がられたのです。離婚したりまたくっついたりいろいろしてた、そういう不安定な玉木の側にすれば、その時期に東郷青児を知って可愛がっちゃったんだと思うんですよね。玉
玉木は夢二風の美人画の描き方を教えた。聖司は来る日も来る日も夢二の美人画を描き続けた。これが東郷の修行時代だった。夢二は玉木と東郷の仲を疑う。激しく嫉妬し玉木を担当で刺すという人情沙汰を起こした。東郷聖司は17歳にして大人の世界を垣間見た。恐るべき少年時代。画壇から無視されながらも庶民に支持された竹久夢二の美人画。東郷聖司は昭和の夢二のように美人画を描き続けました。人々に愛されることが画家の喜び。東郷は有名無名の女たちの膨大なスケッチを残しています。その制作は画家の快楽でした。しかし油絵は別です。何よりも神経を使っていたのはその滑らかなマチエール。地塗りはジンクホワイトを使い、鏡のような光沢が出るようパレットナイフで塗り上げます。これが絵の皮膚になります。出来上がったら1年寝かせて使います。女の人ならわかると思うんだよ。いわゆるファウンデーションなんて、それをきれいに磨き上げるようにやってね、その上にその女性像を描くわけ。絵の制作で最も嫌うのは埃です。アトリエ中を掃除します。虫が入らぬよう窓は閉め切ります。わずかな傷さえつけることができないのです。お裁縫の 針がいつでもそばに置いてありましてね、もうどんな小さなゴミがついても取るんですよ。もうちっちゃなホコリがポシッとこう顔にくっついて、それもすごい気になるんですよね。使用する色は多くて5、6色。これを混ぜ合わせ色を作ります。絵の具に混ぜるメディウムは炭火で湯煎します。煮詰めて粘り気を出すと画面に刷毛目が残らないのです。日本では芸術家と職人というのが相反するもんなんです。で、職人で芸術家で2つ道を持ってたのは東郷聖司だけなんです。途中で気に入らない箇所ができてもそこだけ描き直すわけにはいかない。指一本、影一つ、気に入らないところができてもまた最初から出発し直さなければならない。薄い絵の具を塗り重ねていって最後に髪を描き、唇を描いて筆を置く。この禁欲的な作業が東郷の世界を作り上げるのです。秘すれば花。東郷聖司が絵を描いた喫茶店は今も東京都内に数軒残っている。例えば成城のアルプス、自由が丘のモンブラン、渋谷のフランセ。かつて東郷が絵を描いた喫茶店は無数にあった。ケーキやお菓子の包装紙までデザインしているところがけなげで可愛いと思う。でもどうして東郷は喫茶店に執着したのだろうか。見ててこれは何だろう、あれは何だろうってすごく気になる絵っていうのもありますよね。でもうちの父の場合は綺麗だなってぼーっと見ながらコーヒー飲んでいい気分になれる。夢を売るんだったら一人だけじゃない、マスにね、大衆っていうの、絵の好きな人も嫌いな人もじゃあ一回見てみようかっていうような、あまり高い垣根を作んないで、ああなんだ誰でもいけるんだっていうふうにしたかったんじゃないかしら。
これもまた昭和の夢。広く愛されたその大衆性、東郷の絵は芸術なのか、そんな批判めいた声は晩年まで続きます。その一方で、二科会のドン東郷清二は数多くの名誉を手に入れました。作家と大衆が作品を通して混然と融和する境地を常に無双している。しかしこれは私の理想であって、何をやっても自己本来の持ち味というものは到底崩せない。絶えず漂う赤涼と孤独、その暗い叙情を覆い隠すように咲き誇る女たち。うちの父は天空で遊んでたのかわからないけれども、自分自身の国がどっかにあったんじゃないのかしら。でそこに理想のベアトリーチェがいて。もう10年若かったら砂漠に消えてしまいたい。それが晩年の口癖でした。その美術館には、彼が生涯をかけて求め続けた女たちがひっそりと息を潜めています。誰も真似のできなかった皮膚のように薄い絵肌の下に、命の鼓動を震わせながら、望郷、ノスタルジア、東郷清二、昭和の一枚。何でも写真にしてて、売店で買ったガムとかコーヒーとか、あらゆるものなんですけど、その自分の意外な好みが分かる写真日記っつうか家計簿っつうか、人に見せるとお前無駄遣い多いなって言われちゃうけど、自分アルバム、ハローニューフォト、エプソン。次回の美の巨人たちは、ガラスの魔術師ルネ・ラリックのクレール・フォンテーヌ。彼が晩年に制作したのは小さな香水瓶でした。そこに込められた特別な思いとは。お楽しみに。この番組はエプソンの提供でお送りしました。ソロモンの王宮、日曜夜10時。16 going on 17, baby, it's time to think. Better beware. Milk and coffee, latte latte, Suntory. Hiya, Mona Lisa. この缶の美しい、素晴らしい。天才画家フェルメールと少女の切ない愛の物語なんですの。グッときますわ。真珠の耳飾りの少女。アイスが変わる。飲むアイス。クーリッシュ。これがアイスの新定番、ロッテクーリッシュ。南国マンゴー出た。白樺湖ファミリーランドにレゴ王国誕生。見る、遊ぶ、レゴの世界。ワンニャン村にハムスター館、美術館に夢ぐりワールド。白樺リゾートファミリーランド。透明感あふれる大自然、そしてみずみずしいまでの人物たち。モネとルノワールに代表される印象派の作品たちが集結。モネ・ルノワールと印象派展は好評開催中。あ、白髪発見。これは気になりますね。かといって、染めたの発見。ただ真
真っ黒にするのはかえって不自然です。自然な黒で白髪がきれい、スタイリッシュな白髪染め。